困っておるようだな。何があった？猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか？身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。ああ不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか？それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。お主の家楽しみだ。ああここには建てない。木を集めてただけだ。でもありがとう。後で持ち帰る。はあ、さあどうなるかな。ああ困った。家はどうだ？滞りない。多分一から何か作ったことはあるとは言えんな。それがいい。獣を飼って皮を剥ぐ手立てを学んでるんだ。普通はトトから教わるんだろうけど。聞くが、親は侍の襲来で死んだのか？その時の大水で死んだと聞いた。それからしばらくババが育ててくれた。これを使え。少し余ってしまってな。何度もありがとう。本来ならあなたを頼らず一人でやらなきゃいけないのに。もとより家を燃やした猛虎が悪いのだ。畑仕事をしてたから何も持ち出せなかった。だけどやり直すしかない。今度はあなたに見つからずに材料を集めてみる。浜で会うとは驚いたな。実は家を建てるのに鉄までいるなんて知らなくて、こうして鉄を集めてる。壱岐ではここが一番だと思ってきたんだけど。船が羨ましい。なぜだ？ボロボロだけど元の形がわかるだろ。俺の家族の持ち物、トトの手ぬぐいもババの櫛も燃えたからさ、また一から作りたいんだ。家を、家族、まずはここから鉄を探さなくちゃ。どちらも手に入らない。少しは足しになるか？これは受け取れない。あなたが建てたことになる。遠慮するな。多くの家が燃えた。故にお主の力になれれば嬉しい。ではありがたくいただきます。家の場所は坂井砦の西にある草原。いつの日か招待する。約束だ。約束だ。
あなたは。本当に来てくれた。ああ、まだ名を聞いてなかった。俺は太郎だ。あなたは酒井仁だろ。大鷹を切った人。家を建ててる時ふと気づいたんだ。大行に聞こえるだろうけど、俺の自慢の家だ。手伝ってもらったけど、見て、天井の梁はあなたの材木だ。ここからじゃ見えないけど、川は茅の下、あの角はあなたのくれた鉄が支えてる。使わないよう心してたけど、観念したよ。一から何かを作ったって、これで言えるだろう。俺はこの家でいつか家族を作る楽しみができた。ありがとう。かつての俺は息の家が焼ける様を見ているほかなかった。この家は俺にとっても門出になる。よし、岩井酒を飲むとするか。